まあ、僕の前にねいい形でこぼれてきたので、決めないといけないなと思いながら打って、本当に気持ちを込めたシュートだったんで入ってくれてよかったなと思います。本当にねこういう良くない ACL 以外は良くない状況の中で全僕たちを後押ししてくれてましたし、もう本当あれがなければ今日の試合は絶対勝てなかったと思うので感謝したいなと思います。本当にこのピッチに立てているのはチームメイトがここまで勝ち、残ってくれたおかげですし、その中で僕がこのチームで何ができるかっていうのはゴールを取ること、アシストすることだと思っているので、今日みたいな試合を一つでも多く残せるように頑張っていきたいなと思います。